チェス、戦争のゲーム。エラやミスの余地ははるかに現実の戦争の言うに存在しない。しかしチェス、実際の戦争は完全に異なっている。差数1、ニピュリーアカンチェスのゲームはおそらく戦場 D を行わり戦勝をシミュレートすることはできません。いいえ、実際に行わり戦争ははるかに残酷である。簡単なチェスの CID のミスは実際の損失に変換されていませんが、戦争 D 間違いは生活の何百ものコストがかかることがあります。差数2、同じことが簡単なチェスゲームのテーマに言うことができないが、戦争は歴史自体のコースを変更します。差数3、実際の生活の中 D の戦争は常にちょうど2利用のゲームではありません。全ての国が戦争に行く可能性がある。世界中の国々が戦争に従事した場合、人間が世界戦争、これを読んでいます。これは戦勝の最悪のシナリオである。差数4、チェスゲーム D2 人のプレイヤー間の戦争をチェックメイト、 D 終わっている。現実の戦争は時々数年以上にわたる、そのような明確な結末を持っていません。そして戦争 D 双方が失われる可能性があります。ほとんどの場合、実際には戦争には勝者を持っていません。人間が平和に暮らすことはできません。彼らは戦って停止することはできません。全てが変更された理由です。痴漢、世界の指導者が存在し戦争に終わりになるので、一つだけ解決策を見つけなかったことを知っていた。チェス、別の世界大戦。そして一般的に戦勝をふぜるテーマに、戦争は究極の痴漢によって置き換えられました。しかしそれぞれの国から一人だけが参加することを選択した場合は、諏訪は同じ国が毎回勝つ可能性があることがすぐに明らかになった。効果は自己満足になる。2戦争は必然的に再び始まる戦争の真のランダム性を維持するテーマに構築された究極のシミュレーションには、欠陥がないことを保証するテーマに、参加者の選択はランダムになります。これだけでなく、より良い国の将来よりも再生する国家の能力の真の価値を与えるテーブに。諏訪は学生です。チェス、人生はわずか約1のことになりました。大人が自分の国のデヒアウをサポートするチェス、オーマイトチェスを教えるになっている。ま、農学校教育は日常のチェス教育と交換した。各国 D の生活はチェスに大きく依存していた。資源、電力、お金は WCG ワールドチェスゲーム D 国のパフォーマンスに基づいて配布されました。諏訪は諏訪を求める人たちの心にカイアウフを蒸留する際に、抑止力が唯一の最も効果的である。戦争はいくつかの犠牲にすることなく行くことができないし、真の精神と人間の戦争のリマインダーで敗者が死刑を受けた理由はこれはある。